な。ふふん、参ったか。遊撃士を舐めるんじゃないわよ。さて、あれは返してもらうからね。意味없는거아니야？お、있네。セッティング결정을회수했다。僕のセプチーム。あんたのじゃなくて、ロレントの人たち全員のもの。まったくずうずうしいんだから。さて、決勝も取り戻したことだし、告白タイム、告白タイムと参りましょうか。面白い名前を言ってたわね。確かカプア一家とか。カプア一家、もういんなぼだよ。さあね、何のことやら。強情じゃない。そういう子は嫌いじゃないわよ。口を開くつもりがないなら体に効くしかないじゃない。大丈夫、優しくしてあげるから。近寄るな、あっち行け。知らねえ、絶対に楽しんでるよね。触らぬ神にたたりなしだね。シロさん、危ない。お、オーバルカノン。オーバルカノン、努力。知らねえ、大丈夫。平気よ。それより上に注意なさい。飛行艇。わあ。얘네뒤에배우에뭐엄청난게있나본데。上手だ。大丈夫か。キル。キルに。いや、ロレント進出はお預けだ。お前がいない時にボスで面倒なことが起きたんだ。面倒なこと？いいから早く乗りな。グズグズしてると置いてくぞ。待ちなさいよ、コーラー。勝負はお預けだ。これで勝ったと思わないでよ。いずれ決着をつけてやるからね。왠지앞으로도계속허당도둑그런걸로나올것같다。계속막지역옮겨다닐때마다만나는그런그런느낌。마이터와네안나ものまで出してくるとは。一本取られちゃった。笑い事じゃないってば。悔しいよ。まあいいじゃない。セプチウムも取り戻せたんだし。それにしても彼らは空賊だったみたいですね。空賊。ええ、間違いなさそうね。どうやらボース地方を根城にしてる連中みたいだけど、まさかロレントみたいな田舎に出張してくるとは思わなかったわ。空賊だろうが山賊だろうがどうだっていいわよ。あの生意気ボクっ子、今度会ったらギタギタのパーにしてやるんだから。ギタギタのパーって。じゃあ、이렇게ボス급이잡힌것같고요。이렇게시장저택에서도난당했던세팅결정은무사히회수되었다。시장에게결정을되찾아준에스텔일행은사건보고를위해길드로돌아왔다。자동이동되나보다。오좋아，이런거좋지。자동이동이되면좋지。まさか空賊が現れるなんて、逃がしてしまったのも無理ないわ。いや、今回は私のミスだわ。もっと用心して叱るべきだった。まだまだ先生の息には遠いわね。知らねえの責任じゃないってば。頭に血が上ってた私のせいだと思う。僕も迂闊でした。いや、あんたたちはよくやったわ。市長邸の現場検証も完璧だったしね。그치、검증잘했지。アイナ、推薦してもいいんじゃない？설마。そうね、私もそう思います。推薦？どういうことですか？その前に、まずは今回の調査の報酬を渡しておくわね。일단この調子で次の依頼も頑張ろう。자、저택강도사건에보수를먼저받고요。3000미라와6포인트랭크업다。거기다어7급됐다。필살의칼날을받았다。확률 10% 로크리티컬공격이발생한다。정유격사。아역시오이今のあなたたちは準遊撃士、つまり見習いみたいなものね。正遊撃士になるためには王国にある全ての地方支部で推薦を受ける必要があるの。これはロレント支部の推薦状よ。いいの？
そんなものもらっちゃって。声優劇士になるにはそれなりの実績を上げる必要があるって聞きましたけど。代理の仕事と今回の活躍、実績としては十分だと思うわ。ただし、あくまでロレント地方での実績だけどね。あ、他の地方支部でも実績を上げて推薦をもらう必要があるってわけ。ボース、ルーアン、ザイス、ね、そしてオート、グランセル。まだまだ道のりは長いわよ。でもでも、すっごく嬉しい。一生懸命やった甲斐があったわ。ねえヨシア、こうなったら他の地方にも行くっきゃないよね。言うと思った。賛成だけど、僕たちだけじゃ決められないよ。父さんが帰ったら相談してみよう。과연돌아올까。お、あら、あ、それって通信機よね。전화기。はい、こちら遊撃士協会リベール王国ロレント支部です。あら、ご無沙汰しております。カシウス같은데왠지。本当ですか。それは大変なことになりましたね。何かあったのかな。うん、そうみたいだね。ええ、確かに先日から出張で出かけておりますが。あにね、다른쪽이ね。なんですって。失礼しました。어허、にわかには信じられませんが。설마、ええ、어、이거설마、그럼너무슬픈데。설마、家族には私から伝えておきます。大丈夫です。실종됐나。本人たちも遊撃士ですから。はい、何か分かったらよろしくお願いします。アイナさん、何かあったの。珍しいこともあるもんね、あんたがそこまで驚くなんて。で、どこからの連絡だったの。ボース支部からよ。大変なことが起こったわ。定期飛行船リンデ号がボース地方で消息を絶ったの。ああ、え、비행선통째로실종됐구나。まだ詳細はわからないわ。現在王国軍が出動して大規模な捜索をしているそうよ。そのせいで他の定期船も運航を見合わせているらしいの。おほ、なるほどね。それで発着場が混雑してたのか。それでアイナさん、エステル、ヨシア、気をしっかり持ってちょうだい。行方不明になった定期船に。ああ、역시カシウスさんが乗っていたらしいの。대우했어저그때。え、まさか、う、嘘でしょ。乗客名簿に名前があったらしいの。リベール遊撃士協会ロレント支部所属声遊撃士カシウスブライト45歳って。나이까지45세。자、서장、아버지、여행을떠나다。끝。자、이렇게서장이끝났고요。1장으로넘어와보도록하겠습니다。드디어길고길었던서장이끝났네요。1장의제목은뭘까。자、이일이있은후、브라이트가요슈아랑에스텔의집이죠。에스텔、いいかな。요슈아、食事の用意、できたから。ちなみに今夜は、ローストチキンのバジル風味とオニオンスープのグラタン。맛있겠다。美味しそうだね。완전맛있겠다。後で行くから先に二人で食べててよ。둘이서먼저먹고있으래。わかった。冷めないうちにおいでよ。아、이게세라자드가와있구나。나는またこのカードが出たから。에스텔이받아들이지못하고아버지랑같이먹고있으라고그런건줄알았는데세라자드가있구나。その何かが未だ見えてこない。あら、エステルはどうしたの。先に食べててくれって。あまり食欲がないみたいです。そっか、さすがにあの元気娘も今回ばかりは答えたみたいね。無理ないですよ、なんだかんだ言って仲のいい親子ですから。そうね。シェラさんはどう思います。今回の件、事故なのか、それとも事件なのか。
正直何とも言えない。先生は一流の遊撃士よ。こと危機管理に関しては桁外れの能力を持っている。事故だろうが事件だろうが、その場に先生がいるんだったらすぐに解決されているはずだわ。だけど実際定期飛行船は先生ごと行方不明になった。ありえないことが起きた。뭘까。つまりそういうことですよね。そんな顔しなさんな。あんたはどっしり構えてエステルを支えてやなさい。明日私の方で動いて。はあ、いい匂い。もう我慢の限界だよ。강한척하는건가아니면뭘까。エステル、あんた大丈夫なの。もうダメダメ、お腹空いて倒れる寸前だよ。うわ、おいしそうじゃん。근데진짜맛있게생겼다。いただきます。あれ、二人とも食べないの。おいしいよ、スープグラタン。オニオンの甘みが効いてて。さすがヨシア、いい仕事してるじゃない。そりゃどうも。ほらほら、シェラネーも遠慮しないで。あ、父さんが隠し持ってる秘蔵のブランデーでも飲む。確かスタインローゼの20年ものだったかな。スタインローゼ、しかも20年ものですって。술엄청좋아하는구나。ちょっとシェラさん、遠慮しときます。ところで何をしてたのよ。ヨシアが呼んでも降りてこなかったじゃない。ん？ああ、替えのパジャマを探してたの。奥にしまったお気に入りがなかなか見つからなくってさ。ああ、이거떠날준비하는건가요。それと旅行用具一式、どれだけかかるかわからないし、역시備えあれば憂いなしってやつよ。설마아빠찾아떠나나요이거。もしかして先生の消息を確かめにボスに行ってみるつもり。もちのろんよ。あの悪運の強い父さんに何かあったとは思えないけど、じっとしてるのは性に合わないし、ちょっくら行って確かめてくるわ。まったく、君って子は前向きっていうか神経がずぶといっていうか。何よ、失礼しちゃうわね。どうせヨシアも付き合ってくれるんでしょ。当たり前だよ。でも定期飛行船は軍の捜索活動が終わるまで運航中止になっているみたいだ。ボースまで街道を使って歩いていくしかなさそうだね。歩いてボースまでか。どのくらい時間がかかるのかな。遊撃士の足だったら急げば半日くらいのもんよ。これどう、며칠씩안걸리네。そういうことなら話は早いわね。その話私も乗せてもらうから。え、シェラネーも来てくれるの。でも仕事が忙しいんじゃ。こら、私は先生の弟子よ。死に何かあったと聞いて留守番なんかしてられますかっての。教会の仕事はアイナに頼んで他のメンバーに回してもらうわよ。이동네다른メンバーが있긴할까요。シェラさん、ありがとう。사람도많이없어보이는데。礼を言われる筋合いはないわ。これだけの事件を新人だけに任せるわけにはいかないってこと。悔しいけどその通りかもしれない。まあいいや、シェラ姉が一緒だったらすごく心強いし。よろしくお願いします。こちらこそ。とりあえず明日の朝出発前にギルドに寄りましょう。アイナに事情を説明しなくちゃね。자이렇게해서셋이서떠나게됩니다。예그한명있었거든요게시판보던에。근데좀더있어야될것같은데。자1장사라진비행여객선1장이시작되었습니다。話は分かりました。正直カシウスさんに続いてシェラザードに抜けられるとかなり人手不足になるけど、他ならぬカシウスさんのことだもん。今は어떡하라고。遠慮せずに行ってきてちょうだい。恩に切るわアイナ。ま、せいぜいリッチのやつを目いっぱいこき使ってやって。リッチ、普段の仕事量の3倍はいけるはずだから。さすがにかわいそうじゃない。いざとなったらオート支部に応援を頼むから心配しないでね。ところでシェラザード、少しだけ時間をもらえない。あなたが受けるはずだった仕事についてちょっと。うん、分かったわ。エステル、ヨシは2階で待っててくれる。すぐに終わらせてきちゃうわ。お、俺なんてアンガリチョジョ。はい、わかりました。ね、シェラネ、待つんだったら時計台の前でもいいかな。
ちょっとシゲタ앞에서挨拶したい人もいるし。そっか。ヨシュア도모르는인사해야될사람。特急台の前で待ち合わせということにしますか。用事が済んだらすぐに私も行くからね。了解。ヨシュア、行こう。보길래그러지시계탑에누구살고있나칠요력1075년리벨왕과칠요교회로렌트시합동으로건립되다1192년백일전쟁중로렌트포위당시에레보니아제국군의포격으로붕괴시민의협력으로재건되다ここの時計台を見るたびに思うんだけど。ああ、いこ、おんまが여기에붙여있나？戦争で一旦壊れた後、よくここまで直したもんだね。ロレント市民の気概を感じるな。エステル。ね、ヨシア、知らねえが来るまでちょっと上に登ってみない？時計台の上？ほう、ほが있나보다。別に構わないけど。それじゃあ行きましょう。되게분위기좋다여기벤치하나만있으면좋겠다아무것도없아사의공기가기분좋지네요시아여기からだと우치가見えるよ本当だ屋根が見えるねでもいつもはここに登りたがらないのにどういう風の吹き回しだいこの場所君はあんまり好きじゃないと思ってたけどこの場所は好きだよ。でも気軽には登れないんだ。お母さんが亡くなった場所だから。ああ。여기서하필。10年前の戦争の時に。전쟁때죽었나보다。ロレントを包囲した帝国軍が市民の降伏を促すために象徴である時計台を砲撃したの。その頃父さんは。王国軍の軍人として戦っていて私父さんが戦っている相手がどういう人たちなのか見たくてこの時計台に登っていて逃げる暇もなく巻き込まれてたあエステル때문이구나でも気づいた時には私はほとんど無傷だったお母さんがね助けてくれたの腕の中に私を抱きしめてたくさんの瓦礫から守ってくれてそれから泣きじゃくる私に大好きな子守歌を歌ってくれてそれで瓦礫が取り除かれた時にはおいごや、저런戦争が終わってここは元通りになったけどあまり来ないようにしていた辛い思い出があるからじゃないのこの場所に来ると心のどこかでお母さんに頼っちゃいそうで頼ってばかりじゃお母さんみたいに強くなれないような気がしてエステルでもいいよね今日くらいは頼っても父さんが無事に帰ってくるようにお母さんにお願いしても父さんを守ってあげてってお母さんにお願いしても当たり前だよ大丈夫父さんはきっと無事でいる君のお母さんが守っているんだ無事に決まってるじゃないか万が一無事じゃなくてもエステルが助けてあげればいいお母さんに助けられた君が今度は父さんを助ければいい僕も一緒に手伝うからさヨシア君の悲しみを完全に分かち合うことはできないけどこうしてそばにいることはできるから僕の胸でよかったらいくらでも貸してあげるからだからえよしやかっこつけすぎもうそんなこと軽々しく言ったりしないのえ他の女の子だったら完全に誤解してるところだってヨシアって将来絶対色恋沙汰で苦労するタイプよねああお姉さん心配になってきちゃった悪かったね軽々しくて
なんだよもう。人がせっかく心配してるのに。おじゃん投げて。ありがとう。励ましてくれて。なんだか元気出てきちゃった。ルシュア같은완벽매너남을。そう言ってくれると、かっこつけた甲斐がありますよ。まったくもう。いじけないいじけない。これでも感謝してるんだから。さてと、そろそろ下に降りよっか。シェラ姉が待ってると思うし。そうだね。戻ろうか。흠잡을데가없는애인데요슈아는이렇게벽을치다니네오카산아타시야또기づいた요아타시가유격시를메자시타노와오카산みたいに誰かを守れるくらいに強くなりたいからだってだから待っててね絶対に父さんを連れて帰るから二人さん、いいムードだったわね。お姉さん思わず赤面しちゃったわ。え、まさか、覗いて。何よ、人聞きの悪い。時間を見ようと上を見たら目に入ってきただけよ。ああ、オーバルカメラでも持っていればよかったわ。그러게、カメラ있었으면좋았을텐데。もう何言ってんのよ。単なるスキンシップじゃない。酔っ払ったシェラ姉の抱きつき癖と同じだってば。ふぅ。ん？どうしたの？ああ、あんたって子は本当から海外がないわね。まあいいわ。レナさんに挨拶してきたの？レナ구나、이름이。ちゃんとお願いもしてきたよ。父さんを守ってあげてって。そう。だったら大丈夫。レナさんの加護はエイドスに匹敵するからね。カシウス先生の無事は保証されたようなもんだわ。それはいくらなんでも持ち上げすぎだと思うけど。そういえばシェラさんはエステルのお母さんと会ったことがあるんですね。ええ、子供の頃にお世話になったの。私がまだ一座にいた頃ね。極端一座、巡業サーカスの一座よ。シェラね、踊り子やってたんだ。もうずいぶん前、ロレントに巡業に来た時に知り合いになったの。딱잘어울린다。正確には12年前ね。私が11でエステルが4つ。되게잘어울려。その時の縁で遊撃士になる時にカシウス先生に弟子入りしたわけよ。そうだったんですか。まあそのあたりのことはいずれゆっくり話すとして、そろそろボースに出発するとしますか。定期船が運休している以上、ボースに行くには街道を通るしかないわ。まずはボース地方との境にあるベルテ橋の関所に行くわよ。ベルテダリ、西のミルヒ街道の終点ですね。それじゃレッツゴー。レッツゴー。자이렇게서장이끝나고일장이되었는데일단보고부터해서서브퀘스트보상부터받도록합시다。서브퀘를처리해보자。この調子で次の依頼も頑張るわよ。수배마수처리됐고천원받았고。お疲れ。何か。그다음에또해야되는게예배당예배당에서베아즈클로를갖다주는그런이벤트가있었는데그걸한번보고해보겠습니다여기였죠아마로렌트예배당여기서교구장에게오야미나사다빈이데모데룬데스카이런거좋아상황에따른대사다른거보스마데行くんですけど出発前にちょっと教区長さんに渡したいものがあって私に베어지클로를건넸다마수의날개를건넸다これは베어지클로と魔獣の羽です薬の材料に使ってくださいギルドにご依頼になっていたでしょおお確かに依頼しましたがまさかあなたたちが集めてくれるとはエステルヨシュア本当にありがとう二人とも立派に仕事を務めているようですね。シェラザズと言うんで。心強い限りです。うん。これからも気を抜かずに頑張ります。その様子なら安心です。旅先でもこれまで通り慎重に行動するのですよ。皆さんに女神の導きがあらんことを。퀘스트약재료채집을달성했다。좋습니다。어혹시뭐또선물같은거안줄래우리떠나는데ところで皆さん、ボースに向かうと。はい、そうで。それならもう一つ、
ボスのホルス局長までお送りしたい手紙があるのですが、이건선물이아니고일이잖아。定期船が止まってしまい困っ、どうでしょう。旅の途中に届。もう좋지。うん、いいで。そうね。た。ありがとう、タスク。それでは。교구장이신설받았다。ホルス局長にお渡しすればいいんですね。そうです。教会は他の地域を巡る皆さんに。좋습니다이렇게퀘스트를하나더받았고요뭐퀘스트는많으면많을수록좋으니까뭐그래도나는보상을바라긴했지만뭐나쁘지않네악세사리라든가막그런걸바랬는데사실보고250원을받았고요되게싸구려일이었구나이거더없지이젠없고어디새로운퀘스트뭐들어온거있나좀볼까요어친서배달생겼다어이거우리가받은거잖아어이미받은거여기서받을수도있구나어왔다갔다하면서받고출발해도되는구나자그럼미리가도쪽으로한번가보도록하겠습니다이쪽이죠이쪽쭉가다가그때다리서우리가교육시켰던병사리있잖아요걔네좀만나고막그러면될것같아요자갑시다그리고아까매니저분들이뭐라했던거는제가정확히그해당특정분에게그거하지말라고지적을하고시작했는데오늘근데하셔서그런거니까너무막빡빡하게생각하지마세요원래그렇게제재하고막그런방은아니니까딱정확히예를들어서이제그런걸하지말라라고했는데하셔서그렇게말씀들을하신거니까오해없으시길바랍니다자제로아치니까한번뭘써볼까뭔가쓸보람이있는게없네私の番かしら。はっ。자그리고어제제가찾다가못찾았던게그마법리스트인데여기보니까여기서볼수있더라고요여기서이제포인트를보면서필요속성치뭐지한개지세개랑풍한개막이런거를완성하면은저런마법들을쓸수있는데이런걸봐가면서조합을하고그걸쓰고할수있더라고요그래서이거를여기서오브먼트쪽에서아치를봐가면서이게속성치가밑에보이죠이런걸로해당마법을만들어서자기가조합을해가지고쓸수가있습니다채찍이좋냐고활이좋냐고요저는아니근데활좋아하는사람이아아맞을지가아니구나아난또뭐에맞을지그걸말씀하시는줄알았는데채찍이낫지않을까아난또순간뭐에맞을지그걸말씀하시는줄알고살짝고민했는데그게아니었구나자아이고아이고세이브를하고그다음에가자자여기죠야고크로삼보스마데이크스모리카이소노토리다케도どうしてわかるの？君たちみたいな連中が。왜지？今日は何人も通っているからさ。普段の通行量の数倍は。다들걸어댕기니까。ボス上空の飛行制限が行われているのが原因ですか？その通りだよ。忙しいったらありゃしない。まあ飛行制限をしているのはあんたたち王国軍なんだから、文句を言える立場じゃないわね。その通り。なんだけどさそうだこの関所でも一応通行規制が行われているんだ通りたいんだったら隣の受付で隊長から通行許可証をもらってくれ通行허가증이필요하다라고합니다얘네들도다이거따지고보면공무원들아니야좋겠다부럽다자잠깐스탑병사헤럴드군에들어와서이렇게바쁜건처음이야책을읽을때가아니야라고하면서이렇게카넬리아2권을줍니다이게또필요하죠나중에살수도있는데안살라면은공짜로받아둬야죠그리고얘가대장이겠지에스텔君それにヨシワ君じゃないか대장목소리가멋있지않습니까こんにちはそちらの人は確かシェラザード君だったがごきげんよう隊長さんボス地方に渡りたくて通行許可証をもらいたいんだけどひょっとして例の事件に関係しているのかね행방불명이된전기선에카시우스가타고있었던것을이야기했다카시우스선가
そりゃ一大事だ。すぐに通行許可証を発行しよう。じゃあ、이제통행증을통행허가증을받았다。ありがとう、アストンさん。でもいいの？こんな簡単に発行しちゃって。何？君たちは顔見知りだ。それに王国軍としても遊撃士協会に協力は惜しまない。あ、ただ。北にあるハーケン門に用事があるときは注意したまえ。君たちが遊撃士であることは伏せていた方がいいかもしれん。お、文字？どういうことですか？すまない。これ以上は私の口からは言えないんだ。何、왜안말해줘？だが、事件を調べるつもりなら、くれぐれも慎重に行動したまえ。私もカシウスさんの無事をエイドスに祈っているよ。お、북쪽에서는유격사인걸숨기래요？아니왜인지말해줘도되는거아니야？はい、もらってきたよ。통행허가증을건넸다。それじゃ。병사리모콘을조작했다。야이거직접뭐돌리고내리고막그런식이아니고리모콘식이야。야세상좋은데여기。아힘써가지고레버막돌리고막그런것도아니고좋은데？さ、通ってもいいぞ。一度渡ったら向こう돌아올수없고주의하고了解